課題、講師が全員 DV 体質な学習塾に通ってみてどうでしたか。講師が全員 DV 体質な学習塾に通ってみてどうでしたか。4分間スタートです。はい、南部屋敷絶対出ん声がでかい。宮丸、いつ殴るか今でしょ。林先生の真似するやつ3人だけど多いな。偽席で順当、頭から単語が一つ一つ飛んでいく意味ねえって。ジャージの顔、いつのあざかいつのでしょうワンダー、だから一通り殴った後やればできる子だからだよって言った最後に優しいことを言っかけてくる。南部屋敷、はい、じゃあ今からこれをね体に染み込ませます。嫌な言い方だ、嫌な言い方。偽関根純蔵、なんか講師の控室で鍛えていた水猫ラテ、教科書を20冊頭に積まれたそれで覚えるか。宮丸、俺は正しいものとする最初にね、最初にそれははっきりさせないと前提条件。ジャージの顔、講師の待ってるぞってポスターがパーになっている引っ張った気満々じゃんワンダー、アズスーンアズってピンタってくれる南部屋敷、教えるなんてことはしなくていいんです。暴力振るっていれば自然に子供は育つんです。授業をしない武田塾武田塾やばすぎるって授業をしないって言ってるもんだって偽関根純蔵、なんか放っておいたら講師同士で殴り合ったんだやらなきゃダメなんだ、殴んなきゃダメなんだもんあと2分、放っておくって何。宮丸、お前らそんなんでいいのか。そんなんじゃトツカヨットスクール入れないぞ。入りたくねえよ、学習塾行ってるやつはトツカヨットスクール行かねえんだよ。ジャージの顔、この点が出ねえが手は出るぞやだよ手が出る講師。南部屋敷、講師がコブラツイストをかけて生徒をこの積分の形にしてしまった偽関根純蔵、授業前に机をどかすなんで暴れやすくしてる。マンダ、怒涛の飛び蹴り美術学園ジャージの顔、苦手数学な俺が先生がかもしれない水猫ラテ、お前は人の歴史を語るな宮丸、あれ立たなくなっちゃったね、慶応大学かおお南部屋敷、受験はこの夏が勝負かかってこい熱そうでいい先生に見えるんだけどなジャージの顔、君は指導だねって言われた瞬間他の生徒が静かに出ていく怖いってだからなんかインゴみたいで嫌なんだよそういうやべえ先生いるもんな実際。なんか偽関根純蔵、塾の入り口で尖ってるものを没収される攻撃できないように。あと10秒、ワンダー、絶対行くかと思ってたのにまた受けに来てしまった良くない良くない、あれがなきゃになっちゃってる。マジックタイム1秒、2、南部屋敷、受験の当日にカイロを配ってくれるんですけどそのカイロに待ってるよって書いてある何もおかしなことはないような気がするんだが。水猫ラテ、一生一人でドッジボールしてる宮丸、通信で受けてる授業も殴られ方も指導してくる偽関根純蔵、メガネのやつが一番怖いメガネのやつが切れると一番怖いから。ジャージの顔、校舎の壁に学べ私学や私学って書いてある3、
4。ワンダ。教師が手を挙げるだけで頭にソーザット構文が浮かぶ。刷り込まれてる。終了。2問目。画像で一言。あの三角帽をかぶってる猫の前にお皿が置いてあるよ。覚えましたね。覚えました。こちらのお題で4分間スタートです。水猫ラテ。自分で用意した。頭いいね。南部屋敷。こんなに用意したのに誰もパーティーに来なかったっていう、あの巨人の星のクリスマスパーティー会みたいなこと。巨人の星で見たやつ。偽的な順蔵。不本意。不本意なんかい。ジャージの顔。誕生日おめでとうって言われたら2時間待っている。宮丸。いや、絵だけの誕生日な。ワンダ。なんかルンバがケーキ押してきた。そりゃあんな顔もするわ。南部屋敷。これじゃあパーティーじゃなくてニャンティーですね。そうかそうかな。ジャージの顔。帽子でキャッとになっている。かわいい。偽関根純蔵。向こうで飼い主が猫の動画を見ている。水猫ラテ。視線の先で別の猫が祝われてる。なんでこっち来ないのみんな。ワンダ。どんどん首が縛っている。あの帽子のやつが。南部屋敷。これじゃあ誕生日じゃなくてニャン曜日ですね。それ何なんだよ。あんまりかかってないし。偽関根純蔵。向こうで飼い主が津波に飲まれてる。いやよ、こっち来いって。そっち行くからだろ。宮丸。離婚調停今日すんな。ほんとそう。ジャージの顔。この猫を祝っています。あと2分。南部屋敷。これじゃあハッピーバースデーじゃなくてハッピーバースデートゥーニャンですね。なんなんだそれ、さっきから。なんでシリーズにしたんだそれ。水猫ラテ。初めて待てできた記念。ありがたい、嬉しい。ジャージの顔。あれよって泣く。字幕つけたらそう聞こえるだけだってそれ。宮丸。みやちゃんのプレゼントはアイボですわよ。あと1分30秒。偽関根純蔵。向こうで飼い主が餌を爆食いしている。こっち来いってだから。なんであっち行くんだよ。南部屋敷。あ、そっか、今日はあれか、タイニャンの日か。あくまでそれ貫くんだ。ワンダ。白猫が良かったなって白いペンキ持ってきた。ジャージの顔。飼い主がチャオチュールを真ん中で切っていた。なんでないって、端っこからだって。宮丸。あのプレゼント虚勢ってどういうことですか。あと50秒。水猫ラテ。カラコン猫。確かに色がねちょっと緑っぽいけど。偽関根純蔵。向こうで飼い主が一人で敵の部隊を食い止めてる。お前は早く逃げろって。じゃあ逃げろって。南部屋敷。これあの10ターン目までは何もしてこないんですけど、10ターン経過したところで絶対に全滅するビームを放ってくる。そういう敵。ジャージの顔。腹筋を見せられてえっって言った。さあもう間もなく時間が切れますが、切りましょうか。切りました。ライフタイム1秒2 3 4 5 6 7 8 9。偽関根純蔵。
向こうで飼い主が警察の職質を受けている。一度もこっち来なかったんだ。南部屋敷、この猫の顔から火という字は生まれたのですね。知らんかった。あんま火かけなさそうなのに。水猫ラテ。飼い主を引っかく3秒前。あまりにもこっち来なくて、ジャージの顔、なんか縦長のケージに入れられようとしている。宮丸、またニューヨークテレビ出てる。いいだろ、売れてんだから。ワンダ、かっこいいにゃーって西洋の鎧を見ている。終了。